あの港区女子みつずがスキップをしながら笑顔で店の中に入っていきます。これは間違いなくバグです。口癖はサボるわ。これまで散々出勤拒否、職務怠慢を繰り返してきたお嬢様ではありますが、ここに来て改心したということでしょうか。目の敵の店長に対しても笑顔を振りまいていく。天地がひっくり返っても起こり得なかった現象です。一体何を企んでいるのか、震え上がる店長、名乗しがたい恐怖を感じていきました。あつ森、今日も京都で承認欲求、楽しく会話をしているお客さんの間に割って入って自分の歌を聴かせているみすずです。昨今の情勢を踏まえると密と言われるこの距離感、マスクもなしでお客さんに飛沫を飛ばしていきます。ただ他人の気持ちなど分かるわけがありません。そして純が病んでしまいました。歌の音量が大きすぎて会話に集中できませんでした。そしてすぐさまフランソワに歌の感想を求めます。あっとメンタルブレイクの表情で純が去っていきました。熱盛、日も傾いて夕方になりました。いつものことではあるんですが、ミスズとジャックがサボっています。それを発見してしまった店長です。バレてしまったと驚きの表情のジャック、それに対してミスズはこの表情、完全に舐めています。店長の雷が落ちますが、全くのノーリアクション。ここでジャックは渋々椅子から降りていきました。対照的にスキンアクアはサボりを継続していくようです。今度は正面に立って、雷、威力は110電気タイプ、しかしミスズには効果がないみたいだ。大きな口を開けてあくび、眠たそうにしています。これは眠るを使うのかと見せかけて真顔です。店長を騙してきました。あつ森、ちょこちょこ気になってはいたんですが、話しかけた時のメロディーがセブンイレブンの CM で使われているデイドリームビリーバーです。まあそんなことはさておき、店長がデザインした制服を多彩と褒めていきました。実際に本心でどう思っているか分かりませんが、ビビッときたわと店長をさらに持ち上げていく。何度も言いますが、本心でどう思っているか分かりません。ビビッときたわしか褒める言葉がないようです。具体的にどこがいいのかを伝えるわけでもなく、そそくさとその場を後にしていきました。あつ森、釣り大会でミスズを煽っていく店長です。どうやら時間内に店長は一匹も釣っていないようです。ミスズを邪魔するためだけに参加料を払いました。このあたりが大人の力でしょうか。足の筋肉は限界ですが、幅跳びを繰り返していく。さあ残り時間わずか、全身全霊の力で邪魔を仕切っていきました。大人として少し恥ずかしい、いいえ違います、信念を貫き通した素晴らしいジャンプでした。ただミスズも集中していたようです。そしてサボる宣言、明日のサボる口実を魚のせいにしていきました。たぬき商店よりも集客力があります伊藤洋華と、足しげくお店を利用する中でお客さん同士でもコミュニティが出来上がっているようです。今回は店員と店員、そして客と客が会話をしています。ただここでトラブル発生です。サボり仲間同士でどうやら口論になってしまいました。同じマインドを持つ仲間ではありますが、サボりの方向性の違いがあったようです。そして一時はメンタルブレイクしていた純ですが、今回はノリノリになっています。感情の起伏の激しい面々が店の中に集まってしまいました。宝探しゲームの途中で蜂に襲われてしまった店長です。見つけた宝箱をなんとかジャックまで届けようというところ、ここはギリギリ間に合いました。よく見てみると左目が腫れています。ここで刺されてしまえば人生が終了してしまうというところ、この危機的状況の中で青いリボンの箱を渡していきます。完全に大手積んでいます。中身のボタニカル T シャツはいわゆるメイドの土産になってしまうのか。人生の幕引きの瞬間、大事なことを学んできました。本当の宝物はお金では買えない命でした。